市長駅は大韓民国ソウル特別市中区にあるソウル交通公社の駅である。1号線ホーム2号線ホームあたり駅は1号線が太平路の真下を南北に伸び、2号線が西小門寺の真下を東西に伸びている地下駅である。1号線のホームは地下2階にある。相対式2面2線を有しており、フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。 改札街は地下1階で、改札口は北側と南側の2カ所ある。ホームから見て、北側の改札口に通じる階段は、ホーム1面につき2カ所。北側の改札口に通じる階段は、ホーム1面につき2カ所ある。いずれの改札口も上下ホーム別々に設置されている。2号線に乗り換える場合は両、ホームとも、ホーム南端にある。 乗り換え通路を通る必要がある。ただし、下りホームは、駅の構造上1号線の線路の上を通る必要があるため、階段を上り下りしなければならない。2号線のホーム地下3階にある。島式1面2線を有しており、フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。改札外は地下2階で、改札口は東側と西側の2カ所ある。 一号線に乗り換える場合、改札街を東側に進めば乗り換え通路に行くことができる。戦術の通り、一号線の下りホームに行くには、階段を上り下りしなければならない。化粧室は一号線の改札街、二号線の改札内、9番出口付近の合計3カ所ある。出口は12カ所ある。案内上の乗り場番号は、各線ともに設定されていない。 近年の1日平均利用人員推移は、下記の通り、市長の旧車と新車駅名の通り、ソウル市役所の最寄り駅である。駅付近には、特殊宮、環球団などの史跡があり、足を伸ばせば明洞、南大門市場、成形川に徒歩10分程度で到達する。交通支便な場所であり、ホテルも多く立ち並んでいるために、 日本人をはじめとする外国人観光客の姿も多い。古くからのソウルの中心の一つであり、1970年代の経済成長期にビルや地下商店街の建設が進められた。このため、ソウルオリンピック以後に開発が進められた地域と比較すると都市景観の古さは否めない。リア・キヒロ大統領の集権後、アメリカ産牛肉輸入問題をめぐる、 ろうそく集会が2008年5月からほぼ毎日、この駅周辺で開かれ、警察によりこの駅の出入り口が封鎖されることもある。1号線の駅と2号線の駅は長い通路で結ばれており、2号線の駅は特需宮の南側に位置する。市町駅が最寄りとされる施設の中には、2号線利用者には、ウルチロ入り口駅が近いことがある。 アーカイブド2016年3月4日アットザウェイバックマシン24ありがとうございます。